えっとカフェインはロラゼパムの効果を打ち消しますか、カフェインは興奮、ロラゼパムは痴緩のため、えー、双方は真逆のイメージです。ロラゼパムを服用するときはカフェインを取らない方がいいのでしょうかと。カフェインとかはアッパー系のドラッグなんですね、カフェインとか、えー、コンサータとか、覚醒剤とかはアッパー系のドラッグですね、で逆にですねあのリラックス系のドラッグっていうのは、ロラゼパムだったり、便所系ですね、便所系だったり、アルコールだったりします。 でアッパー系とダウナー系を両方入れちゃうとですねやっぱりこう打ち消すってわけではないんだけれども、うん、やっぱりなんか自律神経を乱しますねだからあのレッドブルのビール割りじゃないわあのレッ,レッドブルとウォッカを割って飲むみたいな危険な飲み物ありますよねあれとかは本当にねカフェインが大量に入っているのと 強烈なアルコールとかですごくこう飲みやすいんだけれどこう何て言うのかなあの自律神経乱れちゃってで大量に飲むとやっぱ時々ね死ん,で死んじゃったりしてますよねあのフェスとかでねあのもちろん違法薬物とかを合わせて飲んでるのかもしれないですけどとにかくそういうことだったりします。 ロラゼパム一般的な量としてのロラゼパムとんですね一般的な量のカフェイン、だからコーヒーを飲むくらいだったら別に問題ないんですけど、時々カフェインってその市販でこうタブレットで売ってるので、あれをバカスか飲んでロラゼパム飲んでたりすると、本当にこう自律神経が乱れちゃって、離脱症状みたいな汗がすごい出ちゃって、あのえーね、入院になっちゃうみたいなケースも時々ありますね。はい <music>